こんにちは、ゾシンです。今日はジャンクパーツからかき集めたドムと100均のパーツを使ってジオラマを作っていきたいと思います。完成するとこんな感じになるので最後まで見ていただければ嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。先日友人からジャンクパーツと100均のものだけでジオラマを作ってみろという提案をいただいたので、ジャンクボックスの中からドムをできるだけ蘇らせてみました。そして100均で面白そうな形のペン立てを見つけたので、こちらを使っていきたいと思います。中身はこんな感じです。ついでにみんな大好きなディスプレイベースも情報量を増やす目的で使っていきたいと思います。こちらの中身はこんな感じです。ベースはいつものポリスチレンフォームを使います。新品は使わずに余っているポリスチレンフォームを使っていきます。このように適当な形でカットしていきます。そしたら先ほどのペン立てを広げて置いてみて印をつけていきます。印がついた部分をカットしてはめ込む形にしていきます。これが今回のジオラマのベースになります。底面をしっかり表現したいと思ったので、そこの部分もカットしていきます。ちなみにポリスチレンフォームなので、こんな感じで毛がくことによってモールドを表現してあげることもできるので、おすすめの材料になっています。それでは底の部分と上の部分をくっつけていきます。ディスプレイベースの横の部分を勝手にくっつけてしまっていて、工程を省いている感じになっていますけど、気にせず続けていきます。そしたらそこにペン立てに付属していた板を並べていきます。ちょうど入るように調整しながら配置を考えていきます。こんな感じで配置するとブラストシールドみたいなものが作れましたね。これを底面にしていきたいと思います。ドムのパーツがこれ以上見つからなかったので、エマージェンシーバリケードネットに不時着する、そういったジオラマにしていきたいと思います。100均でも売っているライトニングケーブル、こちらは断線したものです。とヘアゴムを使っていきたいと思います。こんな感じで地道に巻きつけていきます。ヘアゴムなのでこんな感じで伸びます。これを一つずつつけていくのはかなりめんどくさいんですけれども、瞬間接着剤といつもの硬化スプレーを使って固定していきます。するとこんな感じに完成します。こんな感じで伸び縮みするので、モビルスーツに合わせた形に変形してくれるのではないかなと思います。こちらはキューキットのリックドムツバイでした。ものを確認していきますが、パーツが足りないのと後ろのブースターも足りなかったり、破損しているパーツがあったりと、なかなか状態は悪いですね。こいつをどうにかして調理していきましょう。バンダイのアフターパーツのバーニアはなかなか手に入らなくなってしまったので、モデリングサポートグッズの方を使っていきたいと思います。物合いも適当なパーツででっち上げていきます。ジオン系のメカのこういった物合いの可動部分を再現するの結構好きなんですよね。こうやって適当にでっち上げた頭部をつけるとこんな感じになります。なかなかかっこよくなりましたね。左の下肢がないので左の上肢もそれに合わせてなくしていきます。スカートの部分も含めてダメージ表現をした後に、腕の部分ですね、あと足のところ、そのあたりから出てくる動力パイプ、これを先ほどの iPhone のケーブル、ライトニングケーブルですね、こちらを使って、断線したケーブルを使ってむき出しになった配線を再現していきたいと思います。瞬間接着剤を多用するので予備があるといいでしょう。ケーブルだけでは単調な表現になってしまうので、ランナーの部分などを使用して軸の部分なども再現すると良いでしょう。足の部分も同じように作っていきます。こういう風にパイプみたいなケーブルが出てるの結構好きなんですよね。で、破片なども使ってこうやって適当に接着していくことで情報量を増やしていきます。こんな感じで足の部分を調整して破壊表現がうまーくできたかなと思います。これで完成としていきたいと思います。あとはバーニアとかの部分を適当にいじって塗装するとこんな感じになります。完成したジオラマベースがこんな感じです。差し色で赤を入れました。上から見るとこんな感じです。破損した機体が突っ込んでくるので奥のブラストドアは閉まっています。こちらが今回の主役のジャンクパーツから蘇ったリックドムツバイです。この傷ついたドムがなんとか破損しながらも独力で母艦に帰ってきて、スラスターでエマージェンシーバリケードネットに着艦する、そういったジオラマが完成しました。こんな感じになります。緊急着艦システムっていう感じなので、
やっぱり赤の色が結構目立つ方がかっこいいなと思います。また、ジオンのロゴだったりとか、ハンガーへ続くブラストシールドの周囲の黄色い部分ですね、こういったところも差し色になっていて、ちょうどいいような設計になっていますね。電飾とかは入れれたらもっとかっこいいのかなと思ったりもしますね。この構図は結構好きなんですけどね。足の破損部位はこんな感じです。ウェザリングがめちゃくちゃ生えていますね。手の部分はこんな感じです。腕のところに関しては付け根のところもうちょっと色合い気をつけた方が良かったかなと後悔しています。胴体部分はこんな感じです。物合いの向きを横向きにしてしまったので、もう少し考えてつければ良かったなと後悔しています。ブラストドアの部分のアップです。これペン立てにしてはなかなかいいディティールしてますよね。うん、素直に気に入っています。ヘアゴムで作られたエマージェンシーバリケードネットです。伸縮表現もそれなりにうまくできたと思っています。いかがだったでしょうか。今回ジャンクパーツからかき集めたモビルスーツと100均のパーツだけでほとんど作っていくことができました。ジャンクパーツをディティールアップするためのものはね、ノーカウントでしていただきたいんですけれども、ジオラマベースについては100均のパーツだけでもこんな感じで作っていくことができるので、皆さん真似していただければと思います。今日の動画は以上になります。この動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。